アレキサンダーマンは、スコットランドの風景画家、風俗画家である。海外で修行した若手の画家たちによって設立された、ニューイングリッシュアートクラブの会員の一人である。グラスゴーに生まれた。父親は、商人、美術は異行家で、10歳から、グラスゴーの美術教師、グリーンリースに学び始め、グリーンリースが校長を務めるグラスゴー美術学校の夜間コースで学んだ。 1877年にパリのアカデミー・ジュリアンに入学し、ムンカー・チミハーイに学び、1881年から1885年の間はカロリュス・デュランに学んだ。フランス滞在時には自然主義の画家、ジュール・バスティアン・ル・パージュの影響を受けた。イギリスの展覧会に出展するとともに、サロン・ド・パリへの出展を続けた。1880年代初めには、 ベネツヤアで過ごし、ベネチュアの人物を描いた絵は1885年のサロンで認められた。1883年からロンドンで開かれるロイヤルアカデミー・オブ・アーツの展覧会、王立油絵画家協会、美術協会、王立美術、クラブ、ニュー、イングリッシュアートクラブ、イギリス芸術家協会などの主催する展覧会や、ロンドンのニューギャラリーの展覧会に出展した。 フランスなどで学んだ芸術家を中心に設立されたニューイングリッシュアートクラブ2886年に最初のスコットランド出身の会員として加わり、マンの友人、ジョン・デイバリ、ダウ、ノーマン・ガース・ティンラもニューイングランド美術クラブに加わった。イギリス各地で旅し、スコットランドのアンガスやファイフで風景画や風俗画を描き、フランスやイタリア、スペインも訪れた。 ボックスフォードシャーに住んだ後、1890年から1892年の間は、モロッコの港町、タンジェに住んだ。その後ロンドンに住んだ。ありがとうございます。